ウィスさん、僕はちょっとジレンとの戦いで身勝手な極意のコツを掴んだ気がすんだ。今この感覚を忘れないように早く修行したいんだけどさ、あの精神と時の部屋みたいな異空間に入れてもらえねえかな。わかりました、いいでしょう。ただし身勝手な極意をマスターできなかったら一生このまま異空間に閉じ込めますので、本気で修行してくださいね。わかった、ウィスさん、俺が身勝手な極意を習得するまでは絶対に出さないでくれ。絶対にマスターするからな。それでは頑張ってくださいね、悟空さん。ウィスさん、ほら、身勝手な極意を極めすぎて天使になっちまったみてえだ。もう完全に天使じゃないですか。身勝手な極意も完全にマスターできたようですね。ウィスさん、ほら、天使になってから一個だけしてえことがあったんだ。そのしたいこととは何ですか？ヴィルス様をしばくことだ。まあ、それは面白そうなことですね。僕をなんだって、悟空。お前らがうるさいから起きちゃったじゃないか。悟空さんがヴィルス様と一戦戦ってみたいそうですよ。悟空、いくら修行したからってこの破壊神である僕に叶うわけ。天使になってるー！ヴィルス様、オラの特訓の成果を見せてやる。覚悟しろ。あ、終わったかも。